皆さんこんにちは。今日はユニクロでワンマイルコーデを作ってみました。以前紹介した自由のワンマイルコーデが好評だったので、今回はねユニクロで作ってみました。で、今回は1万円以内で購入したものでコーディネートをね組んでみました。で、部屋着だけというよりかはちょっとそこまでのスーパーとかコンビニとかまで行けるようなコーディネートにしてあります。で、この自粛期間が終わった後でも使えるものなので、ぜひチェックしてみてください。で、今回は購入品を先に紹介して、それからコーディネートを紹介しようかなと思います。ではまずね、購入品から紹介していきます。今回は1万円で5着購入しました。まず1個目がこちらです。今着てるパーカーになります。前がねチャックで全部開くようなパーカーなんですけど、こちらはねメンズものになります。やっぱこういうダボっとしたものがすごい好きだし、こういうお家で過ごしたりとかするときってこう大きめのものが動きやすいので、メンズにしました。で、本当にダボっとね着たかったので XL にしました。本当にかなり大きいんですよ。ダボっとしててちょっとね大きめなので、お尻とかも隠れるから、もう少し暖かくなってきた時のちょっと羽織物としてもね使えるかなと思います。で、こちらのカラーはねベージュです。そう、グレーにしようかなと思ったんだけど、家でもね少しおしゃれにしようかなと思って、今回はこのベージュにしました。でもね結構ブラウンっぽい感じなんですよね。ちょっと明るめのブラウンって感じ。すごい可愛いですよね。普通のファッションとしても合わせやすそうな感じです。で、これはね裏起毛ではないんですけど、薄すぎないので今の時期でもね着やすいです。で、こちらは2990円になります。めっちゃ可愛い、すごい気に入ってます。で、メンズものはねこちらだけです。あとはレディースのものを購入しました。次はこちら、じゃじゃーん。プリーツのスカートに見えると思うんですけど、これスカートパンツって言ってね、パンツなんですよ。なのでこうひらひら動くんですけど、すごい安心感のあるパンツ、面白いですよね。普段にも履きやすいなと思ってこちらにしました。で、シワ加工なのでお家でちょっとゴロゴロしちゃってもあんまり気にならないかなと思います。で、これ意外とねポケットがついてるのですごい便利。スカートってねなかなかポケットないので嬉しいですね。で、私は合わせやすそうなグリーンにしました。で、ちょっと薄めだからかインナーもついてきました。すごいこれ嬉しいですよね。パンツとはいえちょっと透けるのが怖いのでありがたい。はい、こんな感じのインナーもパンツ、あんまり見ない。こういうの結構ねほんと薄めなので夏にも着れそうな感じです。で、こちらも2990円になります。そして次こちらです。こちらはワンピースになります。これが唯一ねラウンジウェアで部屋着として売られてたんですけど、この生地が私すごい好きなので買っちゃいました。こういうパイル生地になってるんですよ。タオルっぽくてね柔らかいです。こういうのめちゃくちゃ落ち着くじゃないですかなのでめっちゃ好きなんですよね。で、ラウンジウェアだけど部屋着っぽくない感じがしたのでいいなと思ってこちらにしました。ちゃんとねウエストがキュッとできるのでメリハリもねつけられます。で、ポケットがついてるのもめちゃくちゃいいんですよ。こういうのほんと大事携帯とかリップクリームとかね入れたりとかできるのですごいいいです。で、ちょっとねゆったり着たいなと思ったので L サイズにしました。で、こちらは1990円です。これすごい嬉しい。エアリズムのパイル生地なので夏でも着れると思います。そして次はこちらです。またねレギンスを購入しました。これもねすごい可愛いんですよ。普通のレギンスっぽいんですけど、こんな感じのねリブになってます。で、足首の内側にスリットがね入ってるんですよ。面白いですよね、内側に入ってるのって。それがすごいおしゃれに着れるなと思ったのでこちらも購入しました。で、 GU で、グレーを買っていたので今回はオフホワイトにしました。私本当に普段レギンスとあんまり合わせないので今だからできるコーディネートだなと思ってまたこちらもね買いました。で、990円です。結構安いですよね。で、最後はこちら、じゃじゃーん。アナスイとのコラボの T シャツです。これ最近ね発売されたんですよ。アナスイとのコラボレーションが始まって何着か購入しようかなと思ったんですけど、これがすごい可愛いなと思ったのでとりあえずこの1着にしました。この柄がほんと可愛いんですよ。おしゃれですよね。これ刺繍なのかなと思ったけどプリントでした。これ部屋着としたらねすごい可愛くてテンション上がるなと思ったし、日常でもね使えるなと思ったのでこちらを購入しました。ほんと可愛いこれ。で、こちらは M サイズで1500円になります。安いんですよ。嬉しいですよね。かわいい。はい、ということでこの5着を1万円以内で購入しました。この5着を使ってワンマイルコーデをね作ってみたので、そちらも合わせてチェックしてみてください。それではどうぞ。 You better turn up. You better be there when I shake. Watch
me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead.